と半熟の部分。食べてるこの唐揚げテイクアウトもできます。どうぞ。何の粉かは秘密ですか？秘密です。わかりました。でも1種類はでんぷんです。あ、そうなんですね。でんぷんと、はい、あんまり無理に言わなくてもいいですよ。言える範囲で、はい、でこれで一応仕込み終わりなんで、はい、半日から1日漬け込みます。はい。で、でんぷん入ってるんで、でんぷんってタンパク質を柔らかくする効果があるんで、はい、だからこれに半日から1日漬け込むと鶏肉がジューシーに、はい、柔らかい感じに仕上がります。ありがとうございます。漬け込むと肉のドリップも出て旨味が衣の中に入り込むっていう効果もあるんで、はい、衣が鶏のジューシーさを、はい、美味しさを吸い込むっていう、はい、で次はその鶏のドリップの出方によって柔らかさが変わるんで、はい、ちょっと全部でまたちょっと軽く硬さ調整します。微調整、微調整します。で最初はそんなに高い温度じゃなくて天ぷら揚げる170度ぐらいで揚げる
の唐揚げは低温でまずお腹のお肉を煮やして、はいはい、で次衣を調理してカリッとするための調理をして、はい、それから外側をネギごま油でコーティングするっていう3工程でするんですけど、はい、で1工程目はこれは言ったら肉を調理してるっていう状態なんで、はい、肉って65度か70度ぐらいになったら、はい、タンパク質が硬化しちゃうんで、はい、中の芯の部分を、はい、それ以上の温度に上がらないように、はい、一度揚げて止めて、はい、で肉を煮やしすぎない硬くしないように、はい、最近の料理のやり方でいう低温調理みたいな、はい、そんなイメージになってます。高温で揚げすぎない。そうそうそう、はい、その温度になると肉が硬化しだして、はい、カスカスの肉になるから、はい、ちょっとした家庭のお母さんが揚げた唐揚げとかお弁当でも食うじゃない、中が硬くてカスカスみたいな。そうですね、あれありがちな、あれは揚げすぎ。一旦揚げますね。これでだいたい中が中心が少しだけまだ見えてないぐらいの状態だと思います。わかりますか？中が真ん中の辺生なの分かりますか？はい、中はまだこれからそうなんです。これ生なんですよ、はい、で生の状態で外は煮えてるけどこの辺りは煮えてるから中が煮えてない生っていう状態なんで、はいはい、これでいったら揚げ置きで一回この状態で、はい、もう火を入れずに、はい、待つ。あ、この状態で置いとく。この状態で待つ、はい、ほんで大体、2、3分でこの部分、はい、中の部分が余熱でいったらちゃんと70度ぐらいまで、はい、75度ぐらいまで上がるのかな、はい、で中の鶏肉がちょうど一番美味しい、一番美味しいジューシーな状態です、はい、油の中で中が煮えるまで置いとったらダメなんですね。そうなんです、油の中でもう煮やしてもうたら、うん、もう食べる時にはもうカスカス、あんまり秘密言いすぎないでよ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？いやこれはもう技術やから慣れなできへんと思う、はあ、で、これで今さっきの 2,3 分経ったんですけど、はい、さっきの全く同じものをこう開けてみるとほら、あ、ちょうどいい、あ、いい感じ、煮えてるでしょ、はい、もう赤く生の部分はなくなってるっていう、はい、だからもう他の鶏も全部さっきの状態で全部中が生やったんがこうやって置いてることによってちゃんときっちり煮えてる、はい、ただもう衣がグニグニなんですよ、ね、はい、こうなっちゃうと、はいはい、だから今から衣の調理をやる。あ、なるほど。衣の調理は高温で、はい、衣が吸った水分を、はい、パッと190度ぐらいで、はい、揚げて、はい、衣をからっきりにしてるんです、はい、でこうやってふわっとこう煙で出てきてるじゃないですか、はい、備えだったら油の沸点で200度ぐらいなんで、はい、この辺は200度になってる、だから中は大体190度ぐらい、はい、いきますね。これで外の水分が取れてカリカリの唐揚げになります。ここから今度はネギとごま油で表面の香り付けとコーティングをやりたいと思います、はい、いきますね、はい、ごま油で、どうか。
よいしょ、完成です。これコツなんですけど、ドロドロにするんじゃなくてトロトロに。あんの中に空気を入れるやつ。チャーシュー丼ぶりの卵ですけど、はい、卵と白、黄身と白身が完璧に混ざらないぐらいで、あ、はい、チャーシュー丼ぶりにご飯入れてくれるかな。
中華風すき焼きのタレみたいなものを作るイメージで、はい、でこれに醤油、卵で最後締めちゃいますので。生姜とニンニク刻んで冷たい油の中に生姜の匂いとニンニクの香りを油の中に。
油取ってくれる餃子屋。なんで？油取って。餃子の。うん。そこ行っといて。これで整ったら最後はだらけやすいようにちょっとオイル入れて、はい、ソースがうますぎてまだうまい。いい感じでこうピリッと。良い感じだ。はい。これね、後でまた入れるんで、今で7割以上に入れてる。ありがとうございます。ちょっと醤油、それから砂糖を。僕が気付けてやってることは、はい、中を半熟で残したい。はいはい、全部きっちり煮やし切らない。はい、ポイント、もうポイントはもうその焼き方のみです。はい、でこれはあの醤油と油とつけたちょっと軽く下味入れたザサイです、はい、刻んで塩抜きして醤油とあれでもう何日か使った状態にもなってます。はい、
ょう。でこれ合わせだれに。合わせだれ。はい。で刻み生姜です。焼き飯は、卵焼き飯作ります。卵焼き飯、もう純粋に卵だけで焼き飯焼く。はい、
ケノコ、人参、キクラゲ、ね、ネギ、ちょっと玉ねぎ。豚肉を少々。卵の卵ですね。